いずれにせよ、どうしたんですか、カルロスさん。何か思い出せそうな気がするんだ。何かって？パスワードだよ。なんで突然？いいから黙っててくれ。多分こいつのパス。の装置みたいですけど。なあ、モニターになんか表示されてるぜ。強制終了プログラムを実行するには中央制御コンピューターのシステムを起動する必要があります。中央制御コンピューター、そんなもん C 区画にあったか？ないとしたらもうお手上げですね。手詰まりってことか。ところでカルロス、なんでわかったんだよ、パスワード。わからん。あ？どうしてわかったのか、わからないんだ。あの、もしかして、もしかしてですけど、カルロスさん、どこか別の歴史からシフトしてきたんじゃ。シフト？シフト？シフト？そうか、そういうことだったのか。おい、なんだよ、一人で納得してないで。すまん。悪いが少し黙っててくれないか。考えたいことがあるんだ。カルロスさん、あれから1時間以上経ちます。いい加減何を考えてるのか教えてもらえませんか？知りたいか？ええ。アカネ、お前のことを考えてたんだ。私のこと？お前ってさ、なんていうか、そのいい女だよな。え？俺たちはもうこのシェルターから脱出できないかもしれない。だから、わかるだろう。わかりません。ちっとも。てめえ、一体何を考えてる？ああ、そういや、邪魔な奴が一匹いたっけな。ああ？なんだよ。カルロスさん！うるさい、黙れ！の野郎！おい、待ちやがれ、こら！一体どういうつもりだ？なんつうか、魔が差しただけだよ。ちめえ！
もう終わりか。団長、お前の茜に対する思いはその程度ってことか。いいね、いいパンチだ。お前の中燃え盛る炎が目に見えるようだ。うるせえ、黙れ、この野郎。大丈夫ですか？ああ、大したことない。それより、なあ純平、一杯どうだ？ああ、仲直りの酒だ、付き合えよ。グラスはこれでいいかな？おっと、やっちまった。お前のせいだぞ純平。お前に殴られたせいで手に力が入らなくてな。悪いが片付けんの手伝ってくれないか。ったく、なんなんだよ。ありがとう、助かったよ。いや、別に。そろそろ時間ですね。ああ、そうだな。さあ、間もなく就寝の時刻だ。次に目覚めた時、君たちはここで起きた90分の出来事を全て忘れているだろう。では、良い夢を。